自分は S5 枚4枚全部使いましたけど、相手多分 S5 枚2枚じゃなかったでしたっけ。ちょっとやっぱさすがに S5 枚2枚差で出てきちゃうときついんですよね。3枚とあの1枚とか、あと2枚と4枚じゃさすがに厳しいんだな。 PS でどうにかなる範疇を超えてしまうんで。さあよろしくお願いします。いやでもダメマスできたらちょっとマッチングしたいっすよね。でもシーズンマッチはちょっとダメマスきついかな。今あのダメマス特有のなんかあの殺し屋も来てますけど、まあそっちの方がまあ当たりますけどね。もうあ、そうか、トゥールラ打ってた。あれそれって前の試合じゃなかったでしたっけ。あれどうだったっけ、ちょっと覚えてねえわ。なんか打たれた記憶もありますけど、なんか打たれてない記憶もあるな。なんか前もヒプノスとマッチングしたんで、おっとゲーボキ、あ、今日なんか S ゴマ調子良くない。昨日のあの、火炎デッキの S ゴマの調子が悪かったんで、ちょっと、来てるかっていうか、流れ始まったか。リュウズさんこんばんは。あ、リュウゾか。リュウゾか。リュウズさんこんばんは。いつもありがとうございます。まあ、次普通に考えたらエキドナでいいですかね。おっと、金馬もぶち込まれていく。ディートリヒ、金馬も残り2枚か。まあ、フェイルノートと、なんだろう、もう1枚。まあ、ペトラとかですかね。オッケー、しっかりと。種類も揃いつつ、フィニッシャーのトモルくんも来てくれた。いや、どうしよっかな。相手 X の方が来てほしいっすけどね。どっちかっていうと。いや、でも、X どうしよっかな。ゲイボ先でもよかったかな。迷いますね。あ、そっちパターンね。そっちパターンですね。なんか最近なんか X よりもそっちの方が無難に強いんじゃないかって思い始めてるんですけど、気のせいですかね。OK、またこれはもう順当に種類全部貯めちゃってサクッと。まあ、ゲイボルグ、B の1に置く感じかな。でも B の1にゲイボルグ置いちゃうと相手があの B の2じゃなくて B の4に来るパターンが全然あるんで、ちょっとあのゲイボルグのね、コンボスキル強いんで。だったら一回待って A の3にゲイボルグ置いた方が安全か、安全っていうか、まあ、確実にコンボスキル使えそうですかね。まあ、次何引いてくるかにちょっとよるかな。それで結構考えましたが、ここは、代償を食らって、大きなダメージを出していくと。いや、普通に強いわ。ちょっと待って。普通に強かった。なるほどね。一条来たか。まあでも一条も強いんで、コンボスキル。まあ、ゲイボルグ、これは置きましょうか。相手があの B の4に来ても、あの、一条、普通に A の4に置けば強いんで。まつりさんこんばんは。卵かけごまさんこんばんは。まこさんもこんばんは。いつも合わせ。まあ、これ多分 B の4に来るかな。メイティスとか打たれたらきついな。あ、でもフェイルノート来るか。なるほど。それは、めんどくせえな。金マモンのコンボスキルも強いしな。いや、引き強いけどさ、どうするこれ。いや、ちょっとフェイルノートが明らかに厳しい。あー、リュミエットこっちかな。ちょっとこれ迷いますね。まあ回復されつつダメージ食らっちゃうんで、いやでもフェイルノート B の4はダメだよな。いや、よかったかな、現実いたし。てか、トモルクもいるし、全然そっちよかったかな。ちょっとピヨったかもしれないですね、これ。ただこっちもゲイボルグとあのリメットのコンボスキル使えるんで、あとゲイボルグもまだあのターン残ってるんで、うわ、ペトラ使ってくる？どれぐらい回復するんだろう。まあでも耐えるんで、まあ飛ばせるかな。てかゲイボルグのコンボスキルって結局いくつだよなこれ。3400足す2200。ゲイボルグの方が強いのかこれ。さては、ゲイボルグの方がこれ強いっぽいな。これでいきますか。ちょっとしっかり計算しとくか。いくつ出んだろう。コンボスキルゲイボの方が出るっぽいですよね。月が2000あれなんで。四季折々面白いんですよね。そして、ナイマトスタンプアナウンス。ルナジャン、スカーレットでそうじゃない。月も確か強いですよね。一番確か数値低いのがあの草なんですよね。回復。回復が1000しかしないんで、そこがちょっと弱いんですけど、まあ、とはいえなんで、どうしよっかな、これ。
むずいな。まあ、これでいいかな。オリンさん、初期の花鳥風月は HP はせいぜい2万5000円ぐらい。え、そんなんでしたっけ花鳥風月、最初。そんなぐらいでしたっけ。まあ、最初の方は火炎キャラクターも結構入れてたんで、まあ、そこそこ HP あったように思えますけど、まあ、その最初期の戦撃だけで組むとそんなもんだったんですかね。ちょっとマロニー打つか、これ。あんまりマロニーここに打ちたくないですけどね。さあ、HP 満タンに戻しまして。グレイさん、マナグリはまあ今日一応補正かかってますけど、あんまりいないですよね。マナグリね。補正かかってもちょっと少ないもんな。そこちょっと悲しいですよね。なるほど。ニルス打つか、これ。いやー、むずいっすね。ニルス打っちゃうか。ちょっとやっぱ種類は貯めないとあれなんで。で、相手が X 来るか、B の3に来るかなんすけど、ゲイブ欲しいな。まあ B の3ですよね。B の3だよな、最近は。あんまりなんか最近 X 打ち来ないですよね。B の2は。なんか前は B の2が多かった気もするんですけど、いつの間にかなんか情勢変わった、情勢っていうか、政治かなっていう感じしますけど、情勢変わったんで、まあ受けて立ちましょうか。カイさん、ヒプ相手だと、最大で5000以上回復されるから。あー、なるほどっすね。それぐらい回復できますかね。ルナツさん、HP 下がってるから使いやすくはないかな。そうっすよね。まあ、しっかりね、火力の方は伸びますけど、スタディンフェイルノートぶち込まれまして、トモル君来たか。悪くないっすね。いや、どっち行こうかな。ニルスのコンボスキル。ただこれ E の4に行くと、相手が C の5に来た時ちょっと困っちゃうんですよね。ゲイボール引けてたら B の1に意気揚々と行くんですけど、現状いないんで。いや、どうしよっかな。まあ、一条打っとくか。あと相手の S 駒、トゥールだとなんかだよな。B の1でよかったかな、わかんねえな。まあ、さすがに S グマ取るか。まあ、でも、結局、ニルスのコンボスキルも S グマレベルはあるんで、リメットが、いや、悪くねえな。悪くないが、悪くはないが、ダブコンで回復されながらダメージ食らうの尺すぎない？かといって、リメイトまだちょっと火力ねえんだよな。せめてツイッター欲しいな。でも、睡蓮置いてる場合じゃないよな、これ。いや、ちょっとトモル行きますわ。代表役、取締役社長、りょうさん、こんばんは。初コメントあります。マナグリ、まともな置き場符。そうっすね、今んところ金麦みたいなキャラクターいないっすもんね。やっぱ、ロックされていく。まあ、コンボスキルはないんですけど、1万あるか。いやー、駅だな。起きたかったな、ここ。ロックのタイミング最高ですね。まあ、ルキア取る意味ほぼないんで、これはどうしようかな。むずいな。混格してもあんま意味ないんだよな。一応こうかな。まあでも相手 B の4ですかね。まあ C の5とかもあるか。まあそうか。ギフトされまして。ゲイボか。いや、でもギフトされたらきついか。1800か。いや、3枚返し耐えるかな。4600でしょ。ゲイボ打てばほぼ、アルカードのコンボスキルはなきものにできるんで。ゲイボリメットでいけんのかな。まず耐えるかどうかっていう問題あるんですけど、まあこれでワンチャンかけてみます。耐えてリメットがツイッター来たら飛ばせるかな。でも、あ、4枚返しか、これ。そうか、A の、じゃあ、C の位置が4枚返しか。プラス HP1000、700なんで、まあ倍戦でが S ゴマはダメか。どうかな。あ、倍数はいや、でも意外と HP あるけど、厳しいか。耐えて。いや、耐えなさそう。え、耐えた。ちょっと待って。引きによるな、これ。引きっていうか、あれだな。色によるな。来い。
あー月か、火力はまあそこそこ出るけどダブコンないっすよね。まあゲイボがマックスか。でもゲイボって月が一番火力伸びる説あるんで、いえどうすかこの3枚貸しいけるかな。一応水蓮ありますけどね。音でいけ、飛ばせるか。いったゲイボ強すぎ、ワンチャン行きましたね。よかった、シルバームーンさんこんばんは。いつもあります。微妙に強くない。そうなんですよね。でも今みたいな感じで水蓮活躍したんで、引ければ強いんですけどね。ゲイボナイス。流星 BR さんこんばんは。ミッキーさんもナイスコメントあざます。グレードさんもナイスコメントあざます。流星 BR さんこんばんは。ルナさん、あーそっか、一応シストいるか。でもあれって3段限定ですよね確か。そいつの存在忘れてたわ。カイさん、そういえば、混合の祭りって混合じゃないとスキル発動しませんでしたっけ。確かそうだったはずですけどね。多分、混合以外は発動しないと思いますけど。まあ、多分、発動してたら他の敵に悪用されてると思うんで、多分、そうだと思いますね。あ、やばい、ちょっと、色が偏っていく。できればゲイボルグのコンボスキル使いたいからな。ちょっと偏るけど、これでいくか。次、リミエットとか引いてきたらどうしようかな。で、相手、罠反応しなかったんで、まあ、レニアドですかね。で、当然、相手、ヒップノスぶっ破していく。緑の野菜さん、シストはコンボが、コンバートのやつ。でしたっけ？シストってなんか、マゴマの、なんか、3ターン限定のやつでいませんでしたっけ？さあ、何それ？罠が全く反応しない剣について。特殊罠か？返し罠、アゲハントとかあんのかな。さあ、ウィブサニアもぶち込まれていく。さあ、ゲイボー置いて取り、お、うわーい、むずいな、これ。でもゲイボーだな、さすがに。さすがにゲイボーで回復しつついくか。これ、B の2は何置こうかな。B の2むずいな。なるほど、返し罠とかではなかったか。OK。HP3000 回復しまして。相手が E の4に、おっと、ただしここで6か。まあ、S ゴマはリメット、あ、でもリメットくると釣られるか、やばい。危ねえけど、ちょっと出したいやつじゃなかったな。正直ここはエキドナ出したかったですね。まあでも全種類は揃うか。エキドナ置いてる時間ないかな。キリタカさんこんばんは。いつもアナウンス。多分キリタカさん初コメですかね。シャフさんもこんばんは。マナグリに、置き場風来たら、神殴りのミューズの、まあですかね。確かに確かに。まあでもこれはエキドナかな。相手これエキドナ取ってしまうと、まあ当然ゲイボーパイセンのコモスキルで通るんで。OK、ちょっとこっちも S 連打しまして。相手ちょっとこうね、のんびりと、あいつを置いてきたんで。ブランジェツターちょっと最近ね、遅いですもんね、スピード。まあさすがに4枚貸しか。まあ E の位置だとね、微妙なんで。まあでもそれはそれで、普通にゲイボルグのコンボスキル2回使えるんで、A の1から使えますし、あと A の4も残るんで。まあ当然1条置いて、ラストフィニッシュは、トモル君かな。うん、これもなんか盤石っすね。まあロックも使ったんで、もう妨害されることもないですし。まあ、来るとしたらビーナスぐらいかな。いや、ゲイボルグ強すぎない？コンボスキル2回使うまでもないわ、これ。相手当然ここは召喚していきますが、まあでも正直もうヴィーナス来ても関係ないですね。 OK ちょっとばかし、吸収をしていきますが OKOK で半分も切っていく。盤石だな。よし、まあ自分の方が S 打ちましたけどね。いやでも昔は正直相手よりも S5 打っても勝てないデッキでしたからね。やっとようやく普通のぐらいのデッキまで上がってきたか。 S の差でちょっと勝敗がキャラクターではあるんですけど、正直上位互換が来たら交換していくっていう感じのキャラクターではあるんで、全然必須ではないですね。入れ替え候補ではまだあるんで。ウイシさんですかね、無双モード入りましたかね。珍しく8連勝してるんですけど。クロさんこんばんは。いつもありがとうございます。コロナワクチン、あ、なるほどっすね。いや、コロナワクチンお疲れ様です。どうですか、体調の方大丈夫ですか、無事ですか、とりあえず。まあ、配信をね、見てくださってるっていうことは、まあ、ある程度ね、体調は、大丈夫だと思うんですけど、まあ、とはいえね、あまり無理はなさらず。
ぜひね、のんびり僕の配信見ていってください。匿名さんもこんばんは。使ったけど思ったよりも、なるほどっすね。まあ、思ったよりか。てか、ダメマスの、ダメマスとそれ以外のキャラクターの、なんだろう、比率っていうんですか、デッキ構成の割合ってどんな感じにしてます？もうダメマスっていう感じにしてます？それともある程度なんか毒ダメージとか特殊ダメージとか出して、火力も出していく感じですかね。ダメージマスだけじゃなくて、他のダメージソースも、入れていく感じですか？さすがにダメマスだけっていうのはきついですかね。いっときさん、アズリエルは、リーダーにしても、高校2手目の変置きが、なるほど。強くないのか。なるほどですね。おっと、バフォメットぶち込まれまして、スピード速くない？どうすんのそれ。ちょっとスピード速すぎる剣について、問いたいんじゃが。これ X 行ってゴリ押し全然あるんだよな。まあ、でも X 行くしかないか。さすがに B の位置のんびり置いてらんないんで、まあ、駅道のとこだったら理解できますけど、さすがにこうかな。なんかバフ引いた。さすがにロック。まあ、イオラ出るんすけど。これどうなん？見るっすか。イオラでしょ。うわーこれ耐えきれんのかな。ゲイボ次引く必要あるか。どっち行こう、これ。いや、こっちパターンかな。ルキアのコンボスキルないんで、こっち行きます。まあ、相手右上 X 打って、次できればニルス。現状の手駒だとニルス。A の位置打つ感じですかね。いや、でも、本格されるんだよな、次は。ゲイボ引いて、OK。ゲイボ引いて回復で、ね、粘る感じかな。粘れるかな、これ。どうだ？ HP プラス、これで実質5100。まあ、次も回復しながら、ゲイボのコンボスキル使っていく感じですかね。回復引けるかな？マンドラかーんって空打ちやん！それはラッキー。それはラッキーすぎた。どうだ？回復引けねえわ、こういう時に限って。最低すぎない？そんなことあっていいの？まあ、火力出すか。これさ、どうなんですか、これ。待って、相手ロック1枚使ったよな。残り1枚か。まあ、でもこれ意外と、現実よりも種類揃ってないんで、ニルスの方が軽く出ますね。まあ、一応回復ちょっとだけ入るんで、ちょっとじゃね、結構入ったわ。1600、待って、これ、全然勝てるチャンスあるよな。毒は、ゲイボの、あれで、亡き者にして、いや、これ勝ったわ。マジか。相手のあれですね、マンドラーがラッキーでしたね。そこに、あいつとか来たら やばかったんで、普通にサスターシャとか、マモンとか、あいつとか、なんだっけ、村正とか来たら終わりだったんで、これ勝てんのでけえな。マジでゲイボー強すぎ。鹿さんこんばんは、いつもアナウンス。